皆様こんにちは。最近は車中泊せずにこのチャンネルの発信を続けていますが、熱中症のリスクが高くなるこの時期、特に中高年の方々は無理をされないように気をつけていただきたいと思っています。そういう私も昨年までは暑さを我慢しながらまだ車中泊をやっていました。過去の動画を見てみると、昨年もその前の年も7月、8月に車中泊をしています。手作り換気扇や手作りクーラーまで作って頑張っていました。なぜ熱中症のリスクを負ってまで車中泊をしたかといいますと、この YouTube チャンネルの発信をするためです。もし YouTube で発信していなかったとしたら、この時期の車中泊はやっていなかったと思います。今回は定年退職後60歳を超えてから車中泊系の YouTube をやって失敗したと感じたことや、やって良かったと思うことをできる限り正直にお伝えできればと思います。この YouTube チャンネルを始めたのは定年退職した翌月です。これからは特に躊躇せずに何でもやってみようと定年退職前に思っていたので、臆病慎重派の私には珍しく事前に YouTube のことを何一つ調べることもなく始めてしまいました。最初は車中泊をやっていなかったので他のことを発信していました。そんな中、たまたま車中泊の準備動画を投稿してみたところ、動画の視聴回数が伸びたので、それなら車中泊旅に関する動画だけを発信してみようと、それまでの動画は削除して今に至っています。正直言って、うまくいけば年金の足しになるかもと考えたこともあります。今思えば車中泊旅のジャンルを選んだことやその動機が失敗だったと感じていることもあります。それじゃあなぜ未だに続けているんだということになりますが、それは後でお話しするとして、失敗だったと思った理由からお話ししようと思います。まず一つ目は、最初に話したように YouTube で発信しているがゆえに無理をしてまで車中泊旅をやってしまったことです。気軽に旅を楽しむために始めた車中泊のはずが、いつの間にか YouTube 発信のための車中泊旅になっていたのです。根が真面目なのでついつい頑張ってしまいました。というのは冗談ですが、サラリーマン時代に目標数字を追っていた辛さを退職後に自ら招いてしまったのです。長い営業人生で身についた習性がいつの間にか YouTube の数字にまで脳が反応していました。定年退職後の自由な時間をサラリーマン時代のようには絶対使いたくないとブログでは何度も戒めていたはずでした。最初はせっかく車中泊旅を楽しむのなら、それを YouTube で発信してみようといった軽い気持ちからでした。気がついた時はそれが逆になって YouTube のネタ探しの旅になってしまっていたんです。 YouTube のネタ探し自体は悪いとは思いませんが、最初の車中泊旅動機から外れてしまったことを悔いました。最初の動機のように単純に旅を楽しむことができず、ノルマをこなすように旅をしてしまいました。そしてもう一つの失敗が YouTube のジャンルに旅を選んだことです。一つ目と重なりますが、旅が気軽ではなく逆に大変になってしまったのです。旅先での動画撮影や旅動画の編集にこれほど時間がかかるとは考えてもいませんでした。同じ SNS で発信するにしても、インスタや Facebook に写真を投稿するだけならスマホで撮影してその場で公開もできますが、私の場合旅系の一つの動画を投稿するまでにかかる時間は数日にもなってしまいます。おまけに最初の頃は記録用の SD カード不良やカメラの電池トラブルで撮影できなかった失敗も少なからずありました。その時はもし旅系の YouTube 動画でなかったら家で撮り直すこともできたのにと思ったものです。カメラの知識も不十分だったので、家に帰って編集のためパソコンで確認するとほとんどが使えない映像だったこともまれではありません。何百キロもドライブしてきた観光地やドライブ動画を撮り直すことなどできません。そんなこんなで
もし今の知識を持ったまま3年前に戻れたなら、車中泊旅はやったとしても YouTube は他のジャンルで発信しようと考えたはずです。それでも続けている理由は得ることも多かったからです。得るといっても収益ではありません。今年になってから皆様のおかげで収益にもつながっていますが、収益目的ならほんの少しアルバイトをする方がどれだけ楽に稼げるかと思えるほどです。それよりも私のような大した取り柄もないサラリーマン退職者が世界に向けて発信できる喜びの方が大きいと感じています。定年退職で失う人脈に輪をかけて、コロナ禍で人とのつながりはほぼ皆無と言っていい第二の人生を、 YouTube を通して皆さんと貴重な触れ合いを得ることができました。定年退職といえば社会からの孤立が孤独感を増幅させると思っていましたが、 YouTube を通して社会の中で生きているという実感をほんの少しだとしても得ることができています。言い方を変えると結果論ですが、車中泊旅の YouTube をやったからたくさんの旅もできたし、動画撮影や動画編集の知識も得たと思っています。最近は自分の言葉で YouTube 発信していますが、メンタル的な内容を言語化する難しさを知ったことや、何度も発信することで自分自身を見つめ直すきっかけにもなっています。例えば前回は旅に飽きたら少しハードルを上げる旅が楽しさを取り戻せるなどと話しておきながら、私の年齢だと逆にハードルを下げた旅をしないと体力気力がついていかないと正反対のことを考えたりしています。定年退職してやりたいように車中泊旅や YouTube 発信をしてきましたが、その経験をもとに話す内容に嘘はなくても、これから定年退職を迎える方々に伝えたいこととは違うこともあり、そんな時にうまく伝えることができなくて誤解を招いたり、自分自身の不甲斐なさを感じたりもしました。もともと見本になるような人生を送っているわけでもないのに、伝えようとすること自体が間違っているのですが、そのような勘違いをして失敗することも YouTube 発信から学んだことです。間違いは往々にして繰り返すので、前半には参考にはなりませんが、考えるきっかけにしてくださいとわざわざ付け加えたりしていますが、これは自分への戒めも込めています。この動画が定年退職後に YouTube や他の SNS を始めてみようと思っている方々の考えるきっかけにでもしていただければ幸いです。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。